複数のパーツからなるモデルを使用するときは、アニメーションのコピーやペーストを使うと、個々のパーツへ簡単に適用できます。まず、ルックアット機能を使用してパーツにズームします。パーツの一つを右クリックし、アニメーションから移動を選択します。デフォルト設定の 1mm を 30mm に変更します。イーズイン、イーズアウトを追加した後、経過時間を長くします。一つのパーツに適用したアニメーションの設定を他のパーツにコピーすることができます。コピーしたいアニメーションを右クリックして、アニメーションをコピーを選択します。同じツリー内の別パーツを右クリックして、アニメーションからアニメーションをペーストを選択します。タイムラインに2つのアニメーションが表示されます。2番目のアニメーションの位置を後ろへドラッグしてずらします。2番目のアニメーションが少し遅れて実行されます。1番目が飛び出してから、2番目が飛び出します。2番目のアニメーションの Y 方向の距離を30ミリから15ミリへ変更します。2番目に飛び出す距離が短くなりました。このようにアニメーションのコピーやペーストを行います。このモデルでは反対側に同じパーツがありますので、先ほどと同様にアニメーションをコピーしていきます。コピー元の黒いパーツからアニメーションをコピーを選択します。反対側の黒いパーツを選択します。アニメーションをリンクしてペーストを選択します。コピー元のシルバーのパーツからアニメーションをコピーを選択します。反対側のシルバーのパーツを選択します。アニメーションをリンクしてペーストを選択します。タイムラインで表示されている2つのアニメーションの操作で4つのパーツを動かすことができます。このリンク機能はとても便利で、例えばこのネジなどにも使えます。ルックアット機能でズームしてみましょう。ネジが飛び出すアニメーションを設定します。ネジのパーツを右クリックし、アニメーションから移動を選択します。オリジナルのローカル座標を使用しているため、Y 方向へ 1mm の移動が設定されています。Z 方向へ 20mm に変更します。パーツの移動方向が正しく設定されました。イーズイン、イーズアウト2秒間追加します。そしてアニメーションをコピーを選択後、シフトキーを押しながら他のネジのパーツを複数選択し、右クリックからアニメーションをリンクしてペーストを選択します。ネジが複数飛び出しているのがわかります。残りのネジにも同様にアニメーションをリンクしてペーストします。最初のフレームに戻ってプレビューを再生します。黒いパーツ、シルバーのパーツ、ネジの順で飛び出します。ネジのアニメーションがパーツのアニメーションと重なるように移動、延長します。シフトキーを押しながら3つのアニメーションを選択し、ミラーを選択します。最初のフレームに戻ってプレビュー再生をすると、パーツとネジが飛び出した後に、ミラーで戻っていきます。アニメーションのコピーやペースト、リンクは複雑なモデルを使用する際の時間短縮に大いに役立ちます。You can find more tutorials at keyshot.com/learning.